私は日本共産党を代表して2019年度地方財政計画ほか4法案に対し質問をいたします。まず統計不正調査の問題です。1947年統計法の立法趣旨は客観的な認識のために必要な正確な統計が失われたために国民に戦争の惨禍をもたらしたことを反省し次のように述べています。日本国民はこの痛ましい経験を反省し今後は正確な統計に基づく現実の科学的認識を平和なる建設の道標として国民すべての前に打ち立てることを固く期さなければならない。総理、公的統計は国民の共有財産です。その共有財産が深刻に傷つけられているという認識と反省はありますか。嘘と組織的隠蔽は国民に対する極めて重大な背信行為であり絶対に許されません。統計不正の真相を徹底的に究明して公的統計の中立性と信頼性を取り戻し政治からの独立性を明確にするべきです。答弁を求めます。千葉県野田市の10歳の栗原美也さんが虐待で命を失いました。心から哀悼の意を捧げます。美也さん自身が SOS を発し一時保護など児童相談所も対応してきたのです。守れる命を守れなかった、ここを出発点としなければなりません。総理、児童虐待が増えている根本的な原因をどう認識されていますか。児童相談所の体制強化、児童福祉士、児童心理士の大幅増員を一刻も早く進めるべきです。学校、保育所、病院、児童相談所、保健所、子育て支援センター、児童養護施設など専門機関の体制と連携を強化するとともに、すべての職員が徹底して子どもの視点に立つ専門性を身につけるために国が総力を挙げるべきです。また国は現場への専門家の派遣や弁護士配置への支援、定員超過の一時保護所の増員など具体的支援に乗り出すべきです。困難を抱えるご家庭や妊婦さんにきめ細かく支援をする質の高い養育支援訪問事業をすべての自治体で行うために予算と人を抜本的に拡充するべきです。地方財政についてです。第一に消費税の 10% 増税です。総理、増税が上下水道料金や給食費、公営バス、施設使用料などあらゆる公共サービス料金の引き上げにつながることは必至です。さらに地域の医療機関の経営を圧迫することも明らかです。住民生活に大打撃となる消費税の 10% 増税はきっぱりと中止するべきです。第二に法案は地方税制に新たな歪みを持ち込むものです。総理、自治体間の財政力の格差は消費税の増税のたびに拡大してきたという認識はありますか。特別法人事業税の創設は地方の財源を国が取り上げ他の自治体に回すというやり方です。これは地方税制の原則に背くものではありませんか。国による地方税制の悪用は許されません。さらに森林環境税です。これは東日本大震災を口実に持ち込んだ個人住民税均等割への上乗せ増税1000円を期限が切れる2024年度以降、今度は森林環境税と看板を変えて取り続けるものです。温室効果ガス排出の主な原因者である排出企業の負担を求めないのはなぜですか。地方交付税によって地方の財源を保障するとともに自治体間の財政調整機能を果たすというのが憲法と地方自治に基づく地方財政のあり方です。地方交付税の法定率を抜本的に引き上げる考えはないのですか。富裕層と大企業に応分の負担を求め税制を総合的に見直すべきです。地方税財政に新たな歪みを持ち込むことは許されません。次に自治体行政のあり方です。安倍総理は公共サービスの産業化を強調し水道事業の広域化、二
民間委託とコンセッション方式を進めようとしています。これに対し、静岡県浜松市では多くの市民が命の水を守れと声を上げ、コンセッション導入は延期に追い込まれています。海外でも再公営化の動きが広がっています。住民の暮らしを支える公共サービスを利益優先の大企業に売り渡す市場化はやめるべきです。もう一つ、職員の確保です。統計専任職員の増員や、度重なる自然災害からの復旧、復興、防災を担う技術系職員などの人員確保は喫緊の課題です。総理には、国が自治体に迫ってきた職員の削減路線が、今や行政の様々な現場を危機的な事態に追いやっているという認識はありますか？学童保育の指導員の配置基準を改悪し、子どもの安全確保を後退させることは許されません。職員の数の削減率を交付税算定の評価の基準とする仕組みは直ちにやめるべきです。最後に沖縄県の米軍新基地建設の問題です。県知事選挙で示された辺野古新基地建設反対の圧倒的な民意を踏みにじり、埋め立て土砂の投入を強行する安倍政権に断固として抗議をいたします。政府は辺野古の北側海域の軟弱地盤の存在を認めました。埋め立て工事は直ちに中止し、誠実に沖縄県と話し合うべきです。内閣府沖縄担当部局が所管する沖縄振興費は、沖縄県が増額を強く求める一括交付金を制度創設以来最低水準までに削る一方、県を介さない市町村向けの新たな交付金を創設するとしています。これは新基地建設に反対を貫く沖縄県への嫌がらせそのものではありませんか？基地建設に協力的か、田舎によって予算額を増減させ、地方の財政を左右するやり方は直ちにやめるべきです。国家権力を総動員し、問答無用に米軍新基地の建設を進めることは、憲法と地方自治に真っ向から反するものであり、断じて許されません。以上申し述べ、質問といたします。内閣総理大臣安倍晋三君。本村信子議員にお答えいたします。統計不正の問題に関して。